ファーストコンタクトみたいなんでどんな感じで行くんですか？その僕は一人じゃなくて、うん、よく友人とかと一緒に行ってたんで、うんうん、友人にこう連れられていくみたいなのとかが結構多かったんですよ。もともとそのグループに通ってる友達がいて、その友達の連れみたいな形で行くことがあって、で大体1回目とかだとあんまり学生時代お金もなかったので、うん、ドリンク代だけ500円だけで入れるライブだったりとか、そういうものによく行ってたんですけど、うん、そういうところってすごいファンの人だけっていうよりかは、うん、なんとなく興味があって時間があるから来た人とか、うん、それこそ僕みたいに連れられてきたみたいな、うんうんうん、にわかっぽい層が結構いるライブ、うんうん、いることが多いライブだったんで、なんか握手会行ってもなんか向こうは初めましてって来た時に、うんうん、なんか初めましてみたいな、なんで来てくれたんですかみたいな話の時に、いや友達になんか無理やり連れてこられてみたいな、あくまでもアイドルオタクじゃないですよ、ね、なるほどオタクで、それで話してて、いつの間にかっていうか、だからもうファンになる段階を踏まないようになんかこう何回か行ってっていうことは、僕の中ではそれはよく最初の時には言ったりしてます。使う戦法は最近になってくるとちょっとその若いファンっていうのがすごい増えてくる中で、もう差別化できるところも顔か洋服かとかそういった部分になってくると思ってて、まあそういうところは少しは気にするようになったかなと思います。どういう身だしなみってことですよね。まあ、その瀬戸に、まあ、清潔感があればまあ何でもいいのかなって思うんですけど、まあ、例えばなんですけど、その最前列にいるような人たちがするファッションみたいなのとか、うん、それ以外にもなんか、うんうん、まあ、なんていうんですか、それは雑誌の、まあ、洋服の系統になってくると思うんですけど、はい、まあ、結構区別ができてきてて、うん、その最前列にいるような人たちのファッションをすごく嫌うアイドルの子もいたりとかするんで、あるいはオタクっぽいオタクっぽい洋服ってされてる洋服とかがあったりするので、まあそういう服を着ないようにしたりとか、それも一発でオタクだと思われないようにすることはあると思う。オタクだと思われないように交際してた時に、別れた後だったんですけど、別れた後に付き合ってたっていうことがどっかから経由かわかんないですけどバレて、そこの主催してるアイドルイベントに全部出入り禁止になりました、そんなことない。ありました。でも運営の人は僕の顔は知らないんですよ、はあ、名前でなんとかってやつがうちの誰々と付き合ってたっていう情報しか知らないから、そこのチクったっていうか、それを伝えてきたファンの人たちに、ファンの人たちは僕のこと分かるんですよ。だからあいつが来たら言えみたいなすごいですね。っていうのを通ってるやつから電話で聞いて、いやもうやばい、もう来ない方がいいぞみたいな話を受けて、じゃあもう行かないようにするわって言って行かなくなったことがあります。その運営のイベント、そうですね、そこでその運営しているイベントにはもう行かなくなったんですか？行ってないですね。もうそれ以降全然もう全く行かなくなった。そうですね、行きたい、だから行ってないと好きなグループもできないので、別に行こうとも思わないというか、なりました。僕の悩みはあったんだ。僕はもう本当バレたことがなくて、ああ完璧ですね。バレててもバレたことに気づいてないのかもしれないんですけど、僕自身が特になんか障害とかやばいって思ったことはないですね。なるほど。なんか僕もバレたことはないんですけど、その2チャンネルでまだ繋がってなくても繋がりたい子ではいたがいて、まあ、繋がれないようにずっと叩かれ続けて、まあ多分もう繋がれないくらい叩かれるみたいな。どうですか、あいつなんかやばいんじゃないみたいな。あいつは繋がる目的で言ってるけどそんなこと言われて次どんな顔して言ってるのなって行かなくなったことはあります。なんでそんなバレちゃったというか、いや多分前に行ってたアイドルの時にちょっと知られてたみたいな人がまた行ったら、その同じ推しみたいな人がいたりすると意外と書き込まれたりすることもあるんじゃないかな。それでも
その付き合ってる時とかにアイドルとなんかライブ中に自分だけに分かるメッセージとか送ってきたりとかするんですか？なんかよくありますよ、なんかウィンク2回するねとか。それはなんかね、メッセージはないですけど、僕はその要は結構ファンからつながるタイプだったんで、やっぱ付き合ってからも行くのが楽しくて、行くことも多くて、こうなんていうんですかね、ステージの結構しかも前の方に行ってたんで、もうもろ目が合うというんですか、でも目が合うと明らかおかしいぐらい笑ったりとか、髪型とかはあったかもしれないですね。あ、どういうことですか？どんな髪型にしたらいいみたいな。あ、アドバイス。前に連絡が来て、いや、なんかこれがいいなみたいなこと言うと、それで出てきてくれたりとか。まあ、別になんかその特別何かっていうよりかは、そういうちっちゃいことはあったかもしれないですけど、なんかいついつライブ行くねみたいな話してたら、なんか当時例えばなんとかっていう曲が好きだとしたら、あんまりやんない曲だけど自分の行くときには絶対やってくれる。それいいですね。付き合っててもなんか変な話、握手会とか行くんですか？付き合ってて、いや俺ら行くな。僕も行きますね。あ、そうなんです。それって なんですか？別にそんな会えるわけじゃないですか。それも面白かったんですよね。それお互いなんか話せないわけじゃないですか、の関係の中で、周りが、まあ、メンバーだったりファンがいる環境の中で握手して、ちょっとなんか大した話じゃないんですよ、もう本当に何もないんですけど、その空気感を2人で楽しんでるみたいなのは、チェキのポーズとかも、こう、まあ、攻めたポーズが取れるわけじゃないですか、逆に言えば。なるほど。連絡取ってない関係値だと、これだったら嫌われるかなみたいなとか、もう全然、まあ、何の気にもなしできる。で、やりすぎて、で運営からは裏で、あのファンの人さ、僕のこと、ファンの人ポーズ近すぎない大丈夫みたいなことを、その女の子に対して心配されてるみたいなことはありましたね。だから僕やりすぎて、運営の人がお前のことをすごいヤバいやつと思ってるよみたいなことを、当時の彼女なんですけど、言われるとかはありましたね。僕はその付き合った状態であんまりライブに行くことはなかったなっていう感じですよね。それは何でなんですか？まあ、自分が通ってたっていうこともあって、まあ、もしかして誰か知ってるかもしれないって、まあ、あと友達にオタクやってた、一緒に、まあ、ちょっとそんなに仲良くないくらいの友達に会うとちょっとなんか気まずいじゃないけどだから最近何してんのみたいな話になった時にちょっと嘘つくのもめんどくさいな。あ、なるほどね。まあ、であんま行かなくなりますね。一番この落とすので頑張ったなみたいな人のエピソードを教えてもらっていいですか？俺はこの人一生懸命狙ってめっちゃみんな頭抱えてます。はい、ゆっくり考えます。すいません。僕さっきのこうツイッターの裏垢のって話なんですけど、それは要は裏垢を見つけるって容易なことじゃないですか。確かに。それが頑張りました。もう最初からもう裏垢あるだろうっていう前提で探したんですか？そう、まあもちろんあるとは、まあその時ツイッターなんて全盛期ってなんていうんですか、まあ今よりもこうツイッターがなんていうんですか、わーって盛り上がってた時期、インスタもまだないような時期 でやっぱりこう、まあもちろんみんなやって、学校とか行けばみんなやってるみたいな時代だったんで、学生だったんでやってるに決まってるだろうっていう前提のもと、握手会とかで、まあそれまたちょっと自分がこう気に入られてたのかなってところはあったんですけど、要は学校名とかを全然内緒だよとか言って教えてくれるんですよね。なるほどね。はいはい、大学で何々高校でとか、はいはい、大学部で何年やってんだよ、授業はこうでみたいなこと言ってくれて、あ、あの、これ本当に言っちゃダメなんだよねとか言いながら言われてたんで、そしたらもう学部の、その大学のその学部も分かっちゃえば、まあ学年も分かってるんで、それなりに絞れて特定ができる、来るし、まあ運良かったのがその裏垢が、要は会える時の名前と同じで同じ学校名で同じ学部で同じ学年でっていう、もしかも見えるように書いて、裏側に鍵はかかってるんですけど、プロフィールは見える時代だったんで、もうもろ書いてて、いやもうこれじゃんみたいな。なるほどね。それを探すのに結構、まあでも苦労したかなって、要はその大学のその学年のことをツイッターでこう何回ずーっとこう言っても何百人もいる、いや、そうですね、でこう探しまくる。そんなになんか絶対この子じゃなきゃダメだぐらい通って好きにならない。ああ、なるほどね。からなんか例えばこの子が失敗しても、はい、
いいやみたいな結構強くて、ほうほう、だからなんか全部そんなものすごい数打ってることは全然ないんですけど、うん、その子に対してそこまで思い入れがないから、なんかその思い入れがないようにはしてましたね。なんか好き好き好きってすごい重くならないようにするというか、すごいフランクな関係でこう連絡先が交換できるような、できるだけこう自分が本気にならないようにしてたみたいなところがあるので、特に本当に頑張るとかはなかったかもしれないですね。まあ連絡先も知らない状態でもすごい好きになっちゃうと、まあ、オタクになっちゃうのかなっていうところはあると思います。でも皆さん付き合ってもある意味本気にはなってない。あ、付き合ったら本気にはなってない。付き合ったら本気にはなってない。なんか連絡先交換して遊んでる間にちゃんと好きになっていくというか、うん、そうですね。なるほどね。だ本気になりすぎないのがある意味もうポイントというところなんですね。僕はそう思ってました。なんかこの子だけってなるとちょっと、うん、失敗した時にも自分の精神状態に異常をきたすからと思ってた、うん、確かにね。それでなんかやっぱ普通の女性を落とすのとそのアイドルを落とすのとの違いみたいなってありますか？やっぱ最初の時点で連絡先を持ってるのが一般女性で、まあ、アイドルの人はまあ最初は持ってない状態なんで、その連絡を取ってない間に好きになってもらえるかがそのアイドルの勝負なんじゃないですか。名言ですね。なんか連絡先交換できたら向こうは好意持ってる、好意持ってる状態からスタートなんで、だから連絡先交換できたらもうほぼ向こうもついてくれてる、そっか、もう交際みたいなことなんですね。一般女性は交換してから、そうですね、そっちですね。LINE の仕方をじゃあ電話の頻度じゃあどこで遊ぶかっていうのがあると思うんですけど、それがほぼすっとんな状態からスタートできるっていうのがあります。なるほど。それまでのあれが大変なわけですもんね。パフォーマンスですよ、それが。パフォーマンスやってない時に SNS とかの握手会もそうですし、どういうことですか、会ってないし、まあ、向こうは僕のこと知らないじゃないですけど、こっちも知らないんですけど、大して知らないんで、どんな人かっていうのをやっぱファンが少ないアイドルって見るじゃないですか、こんなリプライとかさ、なるほどね、すると今日も楽しかった、そしたら今日は来てくれてありがとうってリプ返してくれるアイドルももちろんいるし、言って1000人2000人とかフォロワー、まあ、1万人とかいてもリプなんてそんなに来ない、し続けてれば見られるの、必然的に。この人、あ、この人あの人なんだっていうの で顔覚えられたら見られるって、でそうするとこう、まあ、気になってってもらえてたら、ページに飛ばれるわけじゃないですか、その時に自分のこうツイッターページが、なんですか、すごいおしゃれだったりとか、まあそれこそ別にそんなことしてないですけど、今でいう、なんていうんですかね、情報商材屋みたいな感じですよね、本当に。例えば札束乗っけてる、俺稼げるんだって言って情報商材言ってるようなやつと一緒で、俺この札束とかブランドも乗っけて、それ何何金持ってるんだよって見せることもできますし、あ、なるほどね、違うのかとか、なんかそういう SNS をうまく使ってパフォーマンスをするとやっぱり気になる、気に入られるっていうのが大事なのかな。まず一番付き合ったアイドルで売れてる人ってどれぐらいのレベルですか？僕はアイドルもやめちゃった子なんですけど、はい、やめた後になんかこうモデルみたいなのになって、今インスタでフォロワー15万人とか、あ、結構いるぐらいの子が売れたって言ったらあれですけど、一番今成功してる人なんだっていうふうには、世に出たというか、そうですね、まあ、思いますね。僕よりこっちの方がすごいです。あ、本当ですか？今最初に言わなきゃと思って。あ、そうなんだ。分かるじゃないですか、こっちは。誰ってかどうなってる、ね、分かった時にこっちが話し出すと最後マジで、なるほど、しょうもなくなるだろう。いやでもすごいです、15万人だ。なんかバレない範囲で全然いいですよ。はい、バレてもいいですけど。一緒とかあれじゃない、その層は同じ。MS で出てる。あ、そうなんですか。すごいな。
今も活動されてる人なんですね。してます。あ、してるんだ。アイドルとしてって。この後に話せないですもん。あ、そうですね。確かに。M ステの後に。M ステの後に話せないですもん。やっぱそれってなんか別れるとき、やっぱ売れかけるからなんか別れるとかそういう感じなの。そういうわけじゃなくてみたいな。そういう関係なかったですね。そこは。多分売れた今でもその恋愛とかってきっとしてる、わかんないですけど、その売れてるアイドル、売れてる芸能人も多分恋愛してると思うんで、あんまりそこは関係ないのかな。皆さん今はあれなんですか、現役でその地下アイドルみたいなとかは行ってないんですか。もうやっぱ当時行ってないです。本当に当時ですね。あ、そうなんだ。本当に友人から誘われて行ったりとか、暇な時に、暇な時にも行かないんですよ。なんか3、4ヶ月とか半年に1回ぐらい、なんかすごい楽しそうなイベントにがあったらそこだけフラッと行ったりはしますけど、僕はちょいちょい友達に連れてかれたりでも行きますし、まあ自分で行きたいなと思ったり行くことはありますね。その時やっぱ狙ってるんですか。いや、もうなんか最近は、狙いに行くとかそんな感じ、まあ普通に純粋に意外と楽しめてる気はします。他も友達に誘われる、いや誘われてくるような友達はもう行ってないんで、うんうん、あ、そう、友達誘われることもなくなったんで、もう数年行きたい、うん、なんかやっぱそれはみんなって言ってたら、学生から社会人になって忙しくなってとか、そういうきっかけなんですか、うん、でもなんかもうアイドル狙うなんかやめようみたいなのがあるんですよね、うん、時間がないっていうのはあるかもしれない、うん、そうですね。でもやっぱあとはブームもない、うん、あるのかなっていう、やっぱ当時って高校生の頃なんて AKB がそこがあってとかって、うん、やっぱその AKB 地下アイドルがこうブームでアイドルが可愛いすごいっていう時代だったら、やっぱそこに憧れがあって付き合いたいとかってありますけど、今でこそ言うと YouTuber とか、今だと Instagram とかでこうアイドルじゃなくなってきてるじゃないですか、その憧れるところって、その違うことも関係ないから、それもあるのかなっていう、やっぱそのアイドルっていう憧れる対象だったから、みんななんとか付き合いたいっていう、そうですね。それは売れてる売れてないとかは関係なかった。やっぱり売れてなくてもアイドルってなったらすごい、まあ、誰でもなれ、今でだとちょっと誰でもなれるってイメージが結構なんか最近ねある気はして、当時はそんなこともなくて、アイドルはまあアイドルとしてこう神聖なものでもですけど、で、まあ、インスタもなかったんで、インスタグラマーとかもないし、YouTuber なんて言葉もなかったんで、やっぱこう芸能人かアイドルみたいな、モデルか、モデルアイドルがこう並んでたこう一つのジャンルだったのかな。付き合ってる自分に対してもこうステータスを感じてたっていうのはあったかもしれないです。ああいいですね。でそれを自慢するわけでもなく、まあ、そうです、優越感が、優越勝手にしたのでああいいですねステータスで、今だったら逆に、はい、YouTuber とか付き合ってる人って多分優越感使ってるんじゃないですかねっていう気はしますね。時代の変遷っていうんですかね。ですね。YouTuber と遊んだってすごい若い子自慢げに話すもんね。あ、そうなの。めちゃめちゃ自慢げに話します。